行く？一緒に。あの日、野球しか知らない僕たちは試合出れなかった意味ないから、脱走した。脱走球児毎日なんか苦しい。疲れ切った彼女の前に現れたのは、おじは認知症なんです。ラジオ体操第一。万太郎のラジオ体操。人より遅いのって損ばっかり。遅れて生きる彼女のもとには、遅くても勝利を諦めなかったんです。幸せも一足遅くやってくる。早見さなえは一足遅い。学校一の美少女はボーイズラブが好きな腐女子。胸が張りたくそうなバッドエンド展開が大好物なの。鶴見さんのメリバ講座。ふる、俺は全部笑いに変えたる。出会うはずのなかった二人が一冊のノートでつながる。こっからの人生笑わしたろうや。ルリとカラス。ふる、これにかかってますか。諦めずに作っていくってこういうことなんだね。気持ちに寄り添ってくれる監督だなと思いました。お芝居